こんにちは、さとひろです。もう見てこれ。寝起き。もうね、10分前くらいまで本当に寝てました。ということで今日はね、朝食動画なんですけれども、皆さん朝よく目玉焼きというものをね、食べることないでしょうか。僕はもうね、大好きで、トーストを焼いて目玉焼きを乗っけても、ああって感じなんですけれども、毎回思うのが、あの目玉焼き、ちっちゃいなって思うんですよね。ダチョウの卵みたいな大きい卵を買ってくれば、巨大な目玉焼き作れると思うんですけども、あまり現実的ではない。ということで本日は、普通の卵を使って、超巨大な目玉焼きをね、作っていきたいと思いますよ。はい、ということで本日はこちらの卵6個を使って、1つの目玉焼きを作っていきたいと思います。はい、こちら、目玉焼きの作る型を使っていきたいと思うんですけれども、簡単に説明しますと、この型の中に黄身を入れる。この型じゃないところのフライパンのところに白身を流し込むことによって、フライパンの形の大きい目玉焼きがね、作れるんじゃないかと思って。ということで、早速作っていきましょう。Oh my god。1個目でミスったらシャレになら。しゃー、できたー。はい、こちら。黄身と白身分け終わりましたので、こちらをね、混ぜ混ぜしまして、目玉焼きにしていきたいと思います。ね、はい、ということで、早速焼いていきたいと思います。あ、いいじゃん、いいじゃん。絶対いけるよ、これ。オーケー。じゃあ、まずこいつをね、先に入れておきましょう。いやー、おー。あ、やばい。溢れ出るかもしれない。やばい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 。よし、じゃあそろそろ焼けたでしょう。いきますよ。あっち。3、2、1、オープン。おー、できてんじゃん、これ。これできてるよ。はい、ということで、完成いたしました。お見せしましょう。普通の卵で作った超巨大目玉焼き。3、2、1。じゃじゃーん。あ、見える?見えるかな?はい、こんな感じでございます。なんかこの器具はね、もう取れなくなっちゃった。くっついちゃって取れなくなっちゃったんですけど、まあなかなかいい感じのね、巨大な目玉焼き、できておりますので、早速食べていきたいと思います。火は通ってる。完全に火は通ってる。ちゃんと蓋したからね。それじゃあこのぐで玉醤油を使ってね、食べていきたいと思います。それじゃあ、いただきまーす。うん。普通の目玉焼き。暇だったらみんなもやってみてね。バイバイ。